あー、やらかした。人は電気の実験室。うわー、もうしょうがない。段取りやるか。くっそー。ここは段取り試すところ。俺段取り好き。お前段取り好き？嫌い。ストップ。ここ取って、で、しょうがない、いっか。で、運ばせといて、それで俺キーピクミン抜いて、あ、ごめんごめん。はい、オッケー。これで2匹分はいったから、そうだな、オッチにはここへ運んどいても今いけないから。で、あいつが来てもいい、赤ピクミンだけ回収です。俺らであいつやろうか。ああ、上あり、どっちいないでもいいなんか。どっちに、じゃあこれ掘り起こしといて。キーピクミン掘るの早いらしいから。任せて。懐かしい。破壊してる間に、まだね、キーピックもこれ取って。今回、目標吐くか。厄介なやつ撃破。これは何？何もないんかこれ。じゃあ任せたキープ。いやーね、強いな。キーピクイに任せて、俺らでこいつやろうか。こっちごめん、無理か。いいぞ、もっとやれ、こいつ。ちょ、ここで待っといて、こっち。余ったピクミン出して。オッケー。そうだね。じゃあ電気のやつ。あ、入れるじゃん。こっち任せた。じゃあなんかよくわからんし、それ赤ピクミンでこれで戦って、キーピクミンにこれ任せる。キーピクミン混じってんじゃん。やればよかった。ナイス。キーピクミン、キーピクミンにやってもらうことある。ちょっと待って、ちょっと待って。赤ピクミンに、キーピクミンはこっち運ぼう。1匹、な、6匹、7匹な。で、この宝は、あれか、え、これ無意味だった、破壊すんの。ここは無理だから、
赤ピクミン必要だね。オッケー、わかった。じゃあ、それや、オッチ今ないし、あ、切り替え。オッケー、これで。そこが開いたのか。戻っといて、オッチ。だよね、オフチン10匹だからそれで運べるよね。オッケーオッケー。で、そこ任せて、あと2分か、あくまでいっか。でオッチンが帰ってきたからこれで俺は奥行けるから。はーい、そこの2人、おい、赤ピクミンにあれ破壊させて、黄ピクミンにこれ運ばせてた。届かねえのこれ。あ、そっちか。オッケー、運べたんだね。ちょ、戻っといて。返してくれ。オッケー、これでここ通れる。オッチンにこれ任せる。いやー、またメンツ、また新しいやつ、新しいやつね、懐かしいやつ。こいつらは2匹で電気の場所につなぐんだよ。2匹 で道を作るんだよ、電気の。こういう、繰り返し先ならこいつらでもいけるから。あ、やっぱ死んじゃった。オッケー、開いたから。ポッチンはそうだな、ああと10秒か。いや、おっちゃん、お前も手伝っとけ。無理か。運べー。あと1個でシルバーだったんだけどな。まあ、いっか、どういったしな。クリアはしたからいいよ。クリアはしたしいいよ。お前、段取り、うますぎ。俺、かなわない。約束の資材30個受け取れ。やりましたね、歯車さん。さあ、そのうちは連れて外に出ましょう。これで、じゃあまあ、あれだね、段取りバトルは OK ということで。もちゃもちゃで誰か分からないが、とにかく救助するんだ。また中に入られても厄介だ。動物の蓋閉じ込め、閉じたものにしておこう。赤ピックにこれ任せよう。どういうこと？こうか。は、何があんのこれ。あ、下か。理解したけど、30だね。まあ無理だろうな。だろうな。むむ、葉っぱ人になると、葉っぱ人葉っぱ人になると生体認証できないようだな。我の科学が通用せんとは。まあ無理だろうな。あれ、10匹で運べるかな。
ひとまず氷ピクミンで凍らすか。運べるね。オッケーオッケーオッケー。オッケー、ごめんごめん、壊していいよ。オッケー。で、今気づいたけど、あいつ凍ってるってことは今倒せるくね。無限に凍ってるわけだろ。めちゃくちゃいいじゃん。任せるわ。オッケー、これで40匹までいけるよね。じゃあ50匹か。引き出せるピクミンがまた10匹増えました。どんどんオニオンが元気になないや、ごめん、最後まで読む前に閉じちゃった。ピクミンここ破壊させといて、氷ピクミン回収しようか。あ、やば、危なかった。オッケー、凍った。やらかしたな。オッケー、それは運べないから、青ピクミンいるなぁ。どう考えても、そうか。じゃあ、あ、いや、1個目で、あ、そうか、運べるか。まずその前にこいつやるわ。なんだこいつ、なんか宝持ってんの。え、凍らせて、あ、はっ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 、ストップストップストップ、よし、みんな濡れ、最悪だ。ちょっと待って、氷どこ行った。待って、氷どこ行った。ストップ、お前ら一回全員集合。やば、あと7匹。ストップ、どこにいる。そこに1匹でしょ。残り7匹どこだ。は、ちょっと待って、やば、やばいやばい、ちょっと待って、どこどこどこ、い、いる、いないよ。オッケー、これで50だな。あぶねえ、危なかったー。ギリギリだ。これここのステージあれだな、青ピクミンいるな。あの船運ぶのも青ピクミンいるし、結構水あるから青ピクミンはいるな。そう考えたときに次は青ピクミン取りに行った方がいいな。
7日目、救助した人。はてなはてなはてな。集めたキラキラエネルギー。多いな、また。くっつきジェル、幸せの青い鳥。人工天体、0B、OB。成功のもと。調査率 15%。しかし何度見てもお宝というのは不思議なものだ。本当ですね。誰が何のために作ったんでしょうか。例えば初日に見つけたお宝、進歩の原石には、開閉式の機構があるのだが、雨が降るとこれが開き、雨風から身を守るのかもしれないな。その考察多分間違っていると思います。多分ゲームボーイのことだよね。で、レスキューじゃねえ、あれ、もう一回あそこ行くのもいいんだけど、青ピクミンが欲しいから、青ピクミン取りに行こう。もう取れるしね、これで。ってことで、日だまりの庭続きやろう。